こんにちは、ナビゲーターの香里です。今回は幕末の横浜の写真と開港の光と闇をご紹介します。幕末といえば激動の時代、200年以上も鎖国が続いた後、黒船の来航をきっかけに日本はついに開国しました。横浜は開国の影響を大きく受けた地域の一つです。そしてその時期に残る貴重な古写真でノスタルジックな風景をご紹介します。江戸時代約200年もの間、日本はオランダ以外の西洋の国とは交易を行っていませんでした。1853年にアメリカの船舶4隻が横浜に来航しました。これがペリーの黒船来航と言われる出来事です。これまではアメリカを含む外国船が来ても長崎で対応すると塩対応してきた幕府でしたが、ペリーが強行突破で江戸湾で新章を渡すと、黒船4隻で圧力をかけてきたことで対応せざるを得なかったようです。ペリーはペリーで、アメリカは当時捕鯨産業が盛んで、石炭や薪や水、食料の補給や緊急避難先として日本の港に寄港できるようにしたくて、日本と和親条約を結ぶことが急務だったのですね。江戸城と目と鼻の先になる江戸湾浦賀沖、現在の神奈川県横須賀市東部に黒船が来て、江戸は大騒ぎになりました。翌1854年に幕府とペリーで日米和親条約が結ばれました。この幕府とペリー側で交渉場所をめぐり激しい駆け引きがあったようで、幕府は浦賀を主張したようですが、ペリー側が主張した横浜が交渉場所となりました。当時の横浜は砂浜と畑が広がるだけの半農半業の寒村でしたが、ペリーは前年の偵察で横浜の将来を予見していたといいます。そして安政5年1858年には日米修好通商条約がペリーの後に来日したハリスとの間で締結され、横浜、長崎、函館などが開港場として選ばれました。その後西洋の国々とも通商、つまり貿易に関する条約が結ばれました。横浜は幕末の貿易取引の 80% がここで行われたと言われるほど、日本一の規模を誇る港町となりました。開港以降、日本に住む外国人は居留地という横浜などの限られた地域での生活を強いられました。そのため外国の文化に触れた発展が見られました。食肉、牛乳、パンなど全てが横浜が初で、他にも鉄道、電気、電信、蒸気船、ガス灯と数え上げたらキリがありませんね。競馬やボートレース、ヨット、野球、クリケット、テニス、スケートなども全て横浜が発祥だと言います。ではどうして外国人は居留地という日本で住む地域を限定されていたのかご存知でしょうか。居留地として外国人が住む場所を限定していたのには、外国人の安全を守るためでもありました。外国公使たちをボートの襲撃から守ることを保証するのに、幕府は頭を痛め抜いていました。そこで公使館には殺傷無用が慣例の寺院があてがわれ、外人護衛役という武士が新しく配置されました。この写真は公使館内の僧侶と寺侍の写真です。ただこうした幕府の苦慮をよそに、開国後から維新直後にかけて攘夷運動から外国人襲撃殺害事件はそこここでたくさん起こっていました。ハリス襲撃事件や生麦事件などが有名ですね。この写真は米国公使館として使われた麻布善福寺の写真です。山門に物々しく護衛武士がたむろしている門前に武家屋敷が並んでいるのがご覧いただけます。門の前に用心棒がいなければボートが襲ってくると警戒されるほど、外国人が日本で生活するのは危険だと考えられていたのではないでしょうか。外国とのやり取り時代が久しぶりな鎖国から目覚めたばかりの幕府側で、外交を担当していたのは外国奉行という役職者です。外国奉行は徳川譜代の殿様連中でした。だからどれほどの先進国の代表者と会おうと、写真で見るように終始自分の方が対等以上の身分だという対抗意識を頑固に持ち続けていたようです。この写真は外国人迎賓館と指定されていた浜御殿の庭かと思われます。左端がボルクンバーク米国公使です。右から外国奉行の江連明則、奥さんは有名な榎本武明の妹で福沢諭吉とも接点があった人物です。右から2番目は幕府制定の洋装姿の外国奉行、石川重隆です。右から3番目は髪を結っての洋装で、若年寄り大関増広、江戸時代末期の大名です。中央は老人閣稲葉正美、袴の下には革靴が覗いています。幕末の江戸幕府の早々たるメンツが集まっています。
ただやはり外国の講師を立てるというより、写真を撮る時の並び方を見ても自分たちの方がお偉いさんという感じの配置ですよね。そんな200年にわたる鎖国での幕府による江戸中央集権に対して、イギリスの植民地政策の楔が打ち込まれたのはまず開港間もない横浜からでした。石やレンガを使う石層構造の西洋建築物が続々と立ち並び、多くの商館に混じって各条約国領事館が建設されました。柱や梁の木材で構築されるのが建築物であるとばかりに思っていた日本の庶民たちは、目新しいこの街の周辺に集まることに魅力を感じたようです。横浜は瞬く間に国際都市として発展し、文明開化の先駆けとなりました。こちらの写真は英国領事館の前の馬車引きたち、ちょんまげに外国人のお下がりを着て得意顔が見えるのではないでしょうか。発展の目覚ましさを感じるこちらの写真では、電柱が立っているのが見えますでしょうか。東海道神奈川宿です。横浜港の繁栄が見えます。足屋根が並ぶ先は戸部の薬林長屋です。港町を中心にして文明開化は欧米に従属の形で急テンポに広がっていきました。世界でもモデルケース級の施工事業である電信は明治2年完成、郵便は明治4年に、鉄道は明治5年に完成と、いち早く京浜間に開設されました。横浜居留地の堀割工事の写真です。堀割工事とは、低湿地帯を堀割という水路を掘ることで水はけを良くしたり、水路を巡らせることで水を確保する工事のことです。掘った土は住宅を建てるための土盛りに使われたりします。これまでの日本と違うのが、外国式技術で船が泥を運ぶところです。従事したのは後進国の土人としか考えられていなかったちょんまげ職人と土工たちでしたから、その勘と飲み込みの良さには指導役の外人技師たちも舌を巻いたという話があります。こちらは埋め立て地に通った京浜鉄道です。手前は変貌する神奈川宿です。200年の鎖国から外国の技術が入ってきて、鉄道というこれまで見たこともなかったものが一気に日本に作られている、この激動に日本人はみんな圧倒されていたのではないでしょうか。激動の時代に巻き込まれたのは横浜だけではありません。慶応3年、英仏幕殺がもミニムで事を運んでいた神戸港もついに開港になりました。ここもイギリスが調査した予定の地点でした。安政5年1858年には、始まった外国との反発貿易の窓口は幕府だけではありませんでした。幕府は外国の軍需品欲しさに各国各藩の物産を一手に集めて見返り品として諸外国への輸出を図りました。また清国各遊藩の方も、幕府に独占販売をされるだけでは旨味がないと、横浜港をはじめ各貿易港に大商館を設けて郷土物産の海外輸出に身を入れることにしました。三層楼土蔵造りの広島藩商館芸州屋敷の遺憾です。この隣の米屋には早くも外米輸入の看板が見えています。しかしこうした異性主観の駆け引きをよそに、大儲けをしたのは大商人だけでした。庶民は医療、食料、住居等の物資欠乏でひどい苦しみを味わっていました。いつの時代も同じですね。写真は堀割から荷揚げ用の船を引き上げているところです。こちらは外国商館外貨野毛山、神奈川県川崎市から見下ろす横浜ステーションです。現在の桜木町駅にあたります。開港当時は関内や山下町を中心とした山下居留地に外国商館が集まり、商業区域として発展していました。貿易が盛んになるにつれ、山下居留地は手狭になり、低湿な地形であったことも重なり、次第に各国の領事館は山手の高台に移転しました。ここは日本なのかと目を見張らせるような深海地、港横浜。その外人居留地内では、基地建設に一応の成功を収めた赤毛洋人たちが遠く故郷を離れた赤領の余暇を享受する種々の催しが次々と行われていました。こちらは外人居留地内の公園にある野外音楽堂と駐留軍の音楽隊、現在の横浜公園です。東屋の下で音楽隊が勢揃いする様子は幕末の日本とは思えない光景ですね。またこちらは本国で開かれたライフル銃の競技会、各国旗の下に大砲の銃口が見えます。まだ日本にはかろうじてお侍さんが存在していた幕末の時代に圧巻ですね。その他、横浜が次々と変貌を遂げているのが伺える写真です。偉人に群がる子供たちが見えます。青い目の写真師に呼び集められたモデルたち、鐘楼堂の前で初めて見る魔法機械に驚きの目を見張っている町人の子、
半裸に裸足の職人の子たちに混じって小刀を携えた下級武士の子もいたようです。このように幕末の横浜は開港したことで一気に人とお金と外国文化の波が流れ込み、それにより急激な近代化が起こりました。文化、食べ物、建築物や鉄道をはじめとしたインフラが発展しました。半農半業の乾燥が一気に大都市になったのです。これは開港の光の部分と言えるのではないでしょうか。反対に闇の部分はどのようなものがあったか、一つには羅斜面があります。羅斜面というのは外国人を相手にする遊女を意味します。言葉の由来は船乗りが船に積んでいた綿羊、毛布から来ていると言います。1859年横浜が開港されたのと同時期に横浜には遊郭ができました。外国紳士はもとより血気盛んな船乗りや港関連の男たちのために遊郭を作るより他になかったのです。横浜は初め何もない半農半漁の貧しい農村で、そこを港にするということに外国は難色を示していたので、遊郭を作るということが条件にこの横浜に港を作ることを納得させたという説もあります。江戸吉原に旗本が通って士気を目指すことを心よく思ってなかった幕府は、江戸吉原を横浜に移転する案も考えたようですが、吉原中の大反対にあって横浜に新たに遊郭を作ることになったようです。仁尾崎吉原遊郭といって、江戸の遊郭である吉原を真似て五番の目の町を作ったという記録があります。それまでは飲食店と宿泊先を兼ねたお店で、給仕と共に夜のお相手をする女性、いわゆる飯盛り女という女性がいたのですが、これを禁止して遊郭という場所に限定しようとしたのです。幕府ははじめ日本人相手の遊女と外人相手の遊女を区別しておきたかったようです。そのため横浜の遊郭でも岩亀楼のように大きい店に外人専門の遊郭があったのですが、そこでは和人館と異人館というように建物の中で対応する場所を分けていました。そして和人館は美人揃いで江戸吉原に勝るほどの華やかさなのに、外人専門の異人館では遊女、つまり羅斜面を確保するには本当に苦労したそうです。理由は当時尊王攘夷という外国人を排斥したいという考え方が主流で、遊女の中でも外国人を相手にしたいと考える女性はほとんどいなかったためでした。羅斜面というのは差別用語で、羅斜面になると親孝行ではない、周りに軽蔑されるなどと、お金で動く飯盛り女ですらなるのを嫌がったのです。ではどのようにして羅斜面を確保したのかというと、すごく苦労したようですが、武蔵房総地方の田舎村落の女をお金次第で連れてきて遊女にしたようです。しかも器量がどうこうではなく、女ならよしというような感じであったようです。美人揃いの和人館とは大違いです。幕末開港羅斜面城址にはこんな風に書かれています。元期の外国館、すなわち異人専門の商業も比較的上等であったし、ことに建築が東宋天礼であったから一流の異人も挟んだが、しかし異人もようやく遊郭の事情が分かり、日本人相手の遊女のあの幽怨な姿を見るに及んで、異人商業がいかに劣っていることを悟るようになったのである。元来西洋人は我こそ世界の文明優等人種であるがゆえに、世界中いずれ行くも第一美人の肉は西洋人のもの、主女の肉は土人のものくらいに高をくくっていた。しかるにそれが反対であったから、日本の遊郭は人種的偏見がある、差別があるなどと変なところに抗議を提出したものであった。しかし元期でも他の楼でも内外商業の区別を厳重にし、外人がいかに供給しても日本人相手の遊女は外人には出さなかったのである。これを要するに遊郭の安寧秩序に関する一大事であるから当然のことであった。つまり横浜にある遊郭では、日本人相手の遊女には美人を、外人相手の遊女にはそこそこな女性をと区別していたのが外人にバレてしまったということです。その結果どうなったかというと、外人専用の遊女と合わせろと大騒ぎした外人の要人もいたり、花魁道中することになったりといろいろあったようです。第1回花魁道中は文久元年の4月でしたが、3年ほどで終わってしまいました。その後外人が目をつけたのがいわゆる素人女性、娘ガールです。便宜上外人専門の遊女しか外人の相手をできないので、遊郭の羅斜面になるしかありません。この外人専門出張目掛けだと20両という当時は大金のお給料が支払われたようです。羅斜面と周りから罵られるのが嫌でなり手がいなかったのか、その後日本人相手の遊郭よりも賃金が高いことから羅斜面になる女性も増えてきました。羅斜面を許可する許可書、羅斜面監察を発行する特権は元期と五十鈴という二大楼の専売特許となっていて、手数料で設けていたようです。仁尾崎遊郭は慶応2年1866年、つまり開港7年で豚屋火事という大火で全焼しました。
その後何度か大火で吉原町遊郭、高島町遊郭、栄新遊郭と場所、名称を変えていきました。このように横浜を開港するにあたって、都市の発展と同時に遊郭の設置、そしてお金に困った女性の身売りという闇の部分もあったと言えるのではないでしょうか。三代崎遊郭と和人館と異人館については、悲劇の遊女の物語もあります。それはまた別の動画でご紹介させてください。今回は幕末の横浜の写真を巡りました。開港の光と闇、いかがでしたでしょうか。今後の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。